皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き2017年第2回目ということで、まあ今週末ですね、まあ見てる人によっては今週末ではありませんけれども1月の13、14、15にですね、あの幕張メッセで開かれますオートサロンにあのご協力いただきますメーカーさんの紹介を先週に続けてやっていきたいと思います。今週はですね、藤屋さん、ペンチの藤屋さんというのね、まあ今回のオートサロンでも協力していただける藤屋さんのお話をしたいと思います。オートモーティブ系でいうとですね、やっぱり握りもんっていうとクニペックスとかビーハとかね、まあそういったようなあのメーカーのもの、バーコとかね、でそういったものばっかりこうピュッとこうなんかこう注目されていて、なんか日本のメーカーはあんまりちょっとないまいちなっていう印象があると思うんですけれども、実は藤屋さんはですね、まああの電気技師というかね、まああの電気関係の工事屋さんにとってみたらば、藤屋以外は使えねえぜっていうふうに僕も過去に何十回何百回となく電気関係の方に言われてきたというぐらいですね、ある意味カリスマなんですね。電気関係のペンチとしてはもうこれもう他にねえぞというぐらいの、まあ、メーカー。最近はですね、非常にその藤屋さんがいわゆるあの電気系のペンチっていうものではなくて、結構繊細なものを作るようになって、それがまあいろんなメーカーにね OEM でこう提供されたりなんかして、オートモーティブ系の方でも結構藤屋さんが作ってるニッパとかを使ってるケースが最近増えてるということになってるわけです。で、まあ藤屋さんのことちょっとお話しますとですね、あの創業はですね1923年、これねハンドズルバイアスガイドでね書いてあると思う、棒読みですけど自分で書いたんですけどね1923年、大正12年にあの堂本鉄工所ということで創業されたんですけれども、ちょっとね品質を表す分かりやすいエピソードとして、昭和21年ですね、まあ、戦後郵政省、まあ、NTT ですねの指定工場になってペンチとかニッパーの供給を開始し始めたとっていうことになって、戦後ですね日本っていうのはやっぱり工具とかも非常に安定したものができなくて、これじゃまずいとっていうんで、でね皆さんがよくご存知の JIS 規格っていうのが制定されたんですけれども、その JIS 規格の基準を作っていったっていうのはやっぱり、ね、藤屋さんのペンチの果たした役割が大きくて、まあ本当にいわゆる日本のペンチのまあなんていうのかな、こうルーツというかもうお手本というか、そんなようなブランドだったわけです。で、現在ですね、まあ今いろんなところで結構こう注目されているのはこちら、これオートモーティブ系では非常に注目されている、もうかなりこれデモされてますんで新品ではありませんけれども、藤屋さんのこのねニッパね、でここにホールド機能がついてるんですね。これがあることによって切りかすが飛ばないと、カツンと、お見てください、しっかりねホールドしてくれます。もう一回言ってみましょう、いきますよ、こういうことで、でしかもこれ見ていただければ分かる通り、これフラットになってるので、この切り口がですね、切り口がこうこのように綺麗に切れるんですね。これでまっすぐ切ってなおかつ飛ばないということで、まあオートモーティブ系のみならずタイラップを使う現場で非常に人気のニッパーになってますね。で続きましてこちらですね、藤屋さんがですねプラニッパーね、これはかなりチャレンジャブルなんですねすごいあのものを作っていただきまして、あのファクトリーギア の, あのコンセプトスタジオ東京ではもう発売直後にデモの商品を藤屋さんからご提供いただきまして、その辺のこの辺の業界の方々が相当きれいに来られたということでご覧いただいた通りもうほとんどないという状況でございます。じゃあまずこちらですね、型刃って何と、両刃のタイプっていうのは両方からこう刃が入ってくるんですね。なので切り終わった後こういうねバリが出やすいと、それに対して片刃っていうのはこっち側を押さえてこう差し込むようにいくので、まな板の上で包丁を立てて切るようになるんで、こういうふうにあの、ね、切れ味が綺麗ですよっていうふうなお話です。でこれが片刃で、あの今回藤屋さんは片刃でもラウンドタイプとフラットタイプの2種類を用意していますと、ということでちょっとねこれ切ってみたいと思います。まずこれラウンドタイプですね、ラウンドタイプ、まあこんな感じでいきます。ちょっとこう白いのがちょっとやっぱ残りますね。ただ中心のバリはほとんどないですね。でこれはまっすぐなフラットなタイプ、これもあまりバリはないですね。でさらにこの薄刃の、これ薄刃、これ両刃なんですけども、これかなり薄いです。角度が25度、こちら40度に対してこれ25度です。これでこうちょっと切ってみて、うわーこれねやっぱり25度すごいね。ここの薄刃っていうのは何がいいかっていうと、通常のタイプに比べて薄いっていうことで抵抗がこう小さくなるんですね。
それによって抵抗がなくなるので切れ味が非常に気持ちよく切れるということと、切り口が綺麗になるということで、まあ片刃と薄刃ですね、この違い実際使ってみるとかなり違いますので、これはもうね試してみてほしいですね、ぜひね。この違いっていうのは、まあこの辺のものも持ってきていただきまして、藤谷さんにデモンストレーションしていただいて、もちろん皆さんもカットできる商品ございますので、まあ大津サロンの方ぜひ行かれた際にはお立ち寄りいただければと思います。工具試してみていただくことで本当に機能が分かると思いますんで、今回の大津サロンはそんな機会がたくさんありますし、まあコンセプトスタジオ東京、あとファクトリーや各店でも使えるものありますんで、ぜひ触って試して感じて、いただければと思います。それでは皆さん、さようなら。